領海を守る尖閣海保の本気度と報道されても、沖縄県の地元紙、八重山日報報道、尖閣諸島周辺海域に出漁した八重山漁協所属の漁船鶴丸に乗船した石垣市議の仲間仁氏によると、領海侵入した中国海警船が鶴丸に接近しようとしたが、海保の巡視船が防御すべく間に割って入り、ほとんど衝突寸前だったという。仲間氏は、漁船を守るという、海保の本気度を感じたと話した。鶴丸には仲間氏ら3人が乗船し、2日正午ごろ尖閣周辺海域に到着。仲間氏によると、中国海警局の2隻がすでに待ち構えており、直ちに鶴丸の追尾を開始したという。鶴丸は北小島、南小島の周辺を移動しながら操業したが、海警船の追尾は続いた。海警船は一時、鶴丸まで約40メートルの距離まで接近した。海保巡視船長山が、海警船を阻止しようと衝突したかと思ったというほどの勢いで割って入ったという。海警船は3日午後3時頃まで鶴丸を追い続け、追尾時間は約27時間に及んだ。海保の巡視船が鶴丸のガードを続けた。鶴丸の水揚げは約150キロだった。仲間氏は中国は完全に尖閣を乗っ取りに来ていると感じたとした上で尖閣で獲れた魚をブランド化することで、多くの漁師が周辺海域に行くようになる。海保は大変かもしれないが、今後も尖閣周辺に行くと強調した。現場で感じた仲間市議の義憤が伝わる。尖閣周辺での領海侵入は2日連続で今年13日目。接続水域では、機関砲のようなものを搭載し高い軽船2隻が航行を続けている。尖閣周辺で中国海警船が航行するのは50日。中国との経済関係が両国にとって重要という人たちは日本人の命が奪われる危機に目をつむるらしい。現場の緊張を身をもって知らせてくれる仲間市議にお願いしたい。海保は大変かもしれないが、ではなく、現場の実態をもとに海保が実力行使を行える体制を国に要請すると沖縄県議会や国に直接訴えていただきたい。米国にこわもての沖縄県知事は政府に尖閣の安全確保を頼むも中国への抗議はしないのだ。万一、衝突したら中国海警船は武器装備がある。では巡視船はどうなのかなのだ。相手に対しての対抗措置としては、海上自衛隊に常時警戒をさせ、防衛上の武器使用もやむを得ない旨の発信は唐突なものではない。政府は国民に覚悟を説く場面が近づいていると思う。政府、外務省の移管法は全く通じないのが現実だから。お聞きいただき感謝申し上げます。